アルバート・カーンはアメリカ合衆国の自動車量産工場を得意とした建築家。デトロイトの設計者とも呼ばれる場合もある。ドイツラインラントプファルツ州生まれ。デトロイトには1880年11歳の時に移住。父ヨセフはラビとしての訓練を受けていた。母親ロザリーは視覚芸術や音楽の才能を持っていた。 15歳になった1884年から、ジョージ・デオ・ウィット・メイソン率いるメイソンライス建築設計事務所の職を得て、1896年までメイソンライス社に勤務した。その間建築学生と共に、奨学金を獲得し欧州留学も経験、1895年には建築設計事務所、アルバート・カーナ・ソシエーツを設立。 1901年頃から後に自身の代名詞となる工場建築と鉄筋コンクリート作りの建築を手掛け始める。1902年頃までは名村社と提携し一緒に仕事を行っている。その後独立してからは事務所に海軍に所属していたエンジニアの弟ユリウスを参加させ新設工場における屋根や壁材を木材から 建設鉄筋コンクリートに置き換える開発を行った。これは防災の観点からで最初にパッカードモーターカ,ーカーカンパニーの工場でこの原理開発を試みた。パッカード社の成功を見たヘンリー・フォードがカーンに興味を抱く。こうしてカーンの手で1909年に始まるフォードモデル T の量産拠点フォードモーターカンパニーハイランドパーク生産工場と フォードの連結と完成組み立てラインが設計された。また内装を任されたボブロー島の上ヘンリー・フォード所有ダンスホールは1903年当時世界で2番目に大きかった。1917年ミシガン州ディアボーン大規模なハンマイルリバールージュ工場フォードの設計を長期に担当。ルージュは ピーク時12万人に達し、米国で最大の製造基地になった。同社のウェブサイトによると、1938年までに、カーンの会社は、米国内のすべての建築設計工場の20%を担当していたとある。歴史的なスタイルの建物では、デトロイトインディアンビレッジ、クランブルックハウス、エドセルフォードハウスと、世界で初めての空港ホテルである。 ディアボーンホテルがある。カーンはまた、デトロイトで最も美しい要素の一つと考えられているデトロイトのスカイラインアールデコフィッシャービルを手掛ける。1928年、フィッシャービルがビルとして今年の最も美しい商業建物としてニューヨークの建築家協会賞を受賞した。1917年と1929年の間に、 デトロイトのすべての三つの主要日刊誌の本社屋を設計している。1929年からソビエト連邦のプラント都市の設計を受託する。モスクワ事務所は1932年までの間に521もの工場建設を担当し、ソ連の工業化に大きく貢献した。また、バートン記念塔、ヒルオーディトリアム、ハッチャー研究ライブラリー、よび、 ウィリアム・エル、クレメンツ・ライブラリーなど、ミシガン大学の多くの古典的な建物の設計をした。さらに建築的な彫刻を作るコラード・パーダッチラと頻繁に共同し、銀行、オフィスビル、新聞建物、霊病、病院、民家を含む約50もの設計すべてに取り込んでいる。第一次世界大戦以降、カーンの会社は、米国政府から、 多数の海軍用飛行基地の設計を受託し、第二次世界大戦時600人に及ぶ、事務所員は、民主主義の兵器商と呼ばれた、デトロイトアーセナル戦車工場に、しばらく関与。ミシガン州イプシランティに位置し、フォードモーターカンパニーで、B、B-24 リベレーター爆撃機を、生産していた、ウィローラン爆撃機工場が、カーンの最後の建物になる。生涯で、 ヘンリー・フォードや1000以上自動車メーカーからの注文は数百に及んだ。2006年の時点でカーンの作品で国史跡の建物は60程度ある。ミシガンにあるカーンの建物のうち12棟がミシガンの歴史的史跡と認定されている。後にレコード会社でおなじみのモータウンに買収されて何十年間も人気がなかったドノバンビルは 2006年のスーパーボウルの前に、デトロイトの美化プランの一環として壊される。ありがとうございます。